皆さん、こんにちは。平野翔さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんの3人からなるグループで、その人気は衰えることを知らないナンバーアイ。しかし、平野さんはソロでの仕事で、最近 MC を務めるなど、メディア露出も増えてきていますが、神宮寺さん岸さんのお二人や、ナンバーアイとしては、これまでテレビ出演は音楽番組のみ。そんな中で岸優太さんの単独 CM 起用が決まったという話が浮上しています。しかし岸さんにはあるトラウマが。今回はこれまで岸さんがテレビ出演を拒んできた理由、そして新 CM 起用について調査しましたのでご紹介いたします。ぜひ最後までご覧ください。芸能タックル。昨年5月のキング&プリンス脱退から1年以上が経過したナンバーアイ。日本のアイドルが挑戦しないような激しいダンスやラップに挑戦するナンバーアイの楽曲は、海外人気獲得のための工夫があり、今やその人気は日本にとどまらず世界へと進出していっています。そんなナンバーアイのメンバー岸優太さんが分譲住宅メーカーの CM に単独で出演するのではないかと話題になっています。分譲住宅メーカーのタクトホームは24日、同社の公式 XQTwitter で次のように投稿。上司にガーリックシュリンプの写真が欲しいと言われたけど、何に使うんだろう、どなたか、タクトホーム X、ガーリックシュリンプにまつわることで、想像できることないですか ?CM、とだけ言って上司が去っていったので、CM 見てこようと思います。これが、タクトホームの CM に岸くんが出演することの匂わせだと言われているのです。ナンバーアイは3人揃って24日から発売を開始したマクドナルドのハワイアンバーガーズの CM キャラクターを務めています。ハワイアンバーガーズはチーズロコモコ、ガーリックシュリンプ、ざく切りポテト、ビーフの3種類展開で、チーズロコモコを平野さん、ガーリックシュリンプを岸さん、ざく切りポテト、ビーフを神宮寺さんがそれぞれ担当しています。そのためタクトホームの CM には岸さんが単独で出演するのではないかとの見立てが広がっているというわけです。しかも岸さんのファンが寄せた岸くんが CM 出演するのではないかという趣旨の返信に対し、タクトホーム公式 X はかなり前向きな返信をしています。さらにはそもそも今回の投稿がびっくりマークを多用する岸くん構文となっているところも、ファンをかなり確信させる要素となっているとのこと。このように新 CM 起用の可能性に胸を躍らせるファンが多くいる一方で、ファンの間ではあるトラウマ事件について心配する声も浮上しています。ナンバーアイはこれまでキング&プリンス時代の時のようなバラエティ番組への出演はなく、音楽番組のみに絞ってきていました。最近になってやっと平野翔さんが7月23日に放送されたバラエティ番組 3People1Minute で MC を務めるなどの新しい動きも見られましたが、岸優太さん、神宮寺優太さんのソロでの活躍に目立ったものはありません。しかしキング&プリンス時代、岸さんはザ・鉄腕ダッシュで米作り企画を中心に番組の準レギュラーとして活躍していました。昨年9月末の事務所退所後から出演しなくなった岸さんに対しても、日本テレビは岸さんは鉄腕ダッシュの大切なファミリーと考えており、今後ともその方針に変更はありませんとコメントしていました。そのためファンの間では岸さんが継続して出演するのではないかと期待されていました。しかし6月2日放送回から、ゼロ円食堂や巨大食堂など人気企画に多数出演しているなにわ男子藤原丈一郎さんがダッシュ村の米作りメンバーに加わり、岸さん復活の可能性が非常に低くなり、事実上の卒業といえる状況になってしまったのです。一体なぜ復活できないのでしょうか。その理由には事務所問題が関係していると言われていました。鉄腕ダッシュ
出演者はほぼスタート者のタレントで占められています。業界のジャニーズ忖度が消滅したことで、最近は旧ジャニーズタレントの受け皿となったスタートエンターテインメントと移籍組で構成される 2B のタレントが音楽番組で共演するケースが見られ、スタート社の幹部でもある井ノ原快彦さんと 2B のエースとされる平野さんが仲良くトークするなど、昔なら考えられなかったような交流が生まれている現状ではありますが、 2B タレントがスタート社タレントで占められた番組に出演し続けるというのもなかなか気まずい話。岸さんの復活を心待ちにしていたファンからは、ダッシュの米作りが始まったのに岸くんがいなくて寂しい、事務所の壁がなくなってもやっぱり今まで通りってわけにはいかないのかというような声が多発していました。芸能タックル。しかし、あるテレビ関係者によると、ナンバーアイ結成後もテレビ局から出演オファーは来ているのですが、岸さんは消極的な姿勢を示しているようです。グループで音楽番組に出ることはあるものの、基本的にソロでのテレビ出演は NG というスタンスなのでしょう。とテレビ出演に対し難色を示しているのは岸さん自身だという話も。キンプリ脱退を発表した際、岸さんはドラマやバラエティに出ながら海外で通用するスキルを身につけることを同時にやる器用さがなかったと明かしていました。テレビの仕事にやりがいを感じつつも、海外進出という目標に近づけないことに悩んでいたんです。今はアーティストとしての活動に重点を置きたいのでしょうとのこと。ナンバーアイは6月18日から6月20日の3日間に東京有明アリーナで初の単独公演ナンバリングを開催し、大成功に終わりました。8月11日にはロックインジャパンフェスティバル2024、同月17日18日の音楽フェスティバルサマーソニック2024への出演、また8月19日には配信限定シングル稲妻、9月23日にはアルバムナンバーアイをリリースすることが発表されています。このように現在アーティスト路線を突き進んでいる3人、そんな状況下で岸さんの単独 CM 起用の話が浮上したということは、あの時のトラウマも徐々に回復してきているのではないでしょうか。音楽以外の仕事に取り組んでも音楽のことを真剣に考える気持ちは変わらない。目標夢に向かって頑張ることができる岸さんの考えがこのように変わってきているのかもしれません。もちろんナンバーアイのアーティストとしての活躍はこれからも応援したいですが、ファンとしてはバラエティ番組などで活躍する岸さんの面白くて可愛い姿もまた見たいですよね。世界的アーティストとして名を轟かせながら様々な分野で活躍する、そんなナンバーアイを見ることができる日も近いのではないでしょうか。今後の動向に注目です。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。